王井が複製授業図、王ただは中国東朝の最盛期である政党の高級官僚で時代を代表する詩人。また画家、書家、音楽家としての名も馳せた。字は摩吉、最万年の官職が少々上であったことから王宇上とも呼ばれる。本願は大元軍危険。同時代の詩人李博が詩仙、徒歩が詩生と呼ばれるのに対し、 その点が正質な詩風から詩物と呼ばれ、南朝より続く自然史を体制させた。異王物毛光年、流草原と並び、唐の時代を象徴する自然詩人である。とりわけ、王位はその中でも際立った存在である。画についても南画の外を仰がれている。王位は仏教を信奉し、乱の際に降水仙と呼ばれる樹海による軍備調達によって、 祝区の信任を得た、家宅深海の支持者の一人であった。そのため、生草を食べず、派手な服装はしなかったと伝えられる。また、早くして妻を亡くしたが、以後、再婚せず、30年間、独身を貫いた。王位は、その高潔性がな性質と、作品群によって、高生、高い評価を受けていたが、手記のように、その人すでに優に足らず、死も生がなりといえども、 また威弱にして、規模スクなしという評価や、信代の女からは、天才は、理大白、自災は、都市美、人才は、大巻つという評価も受けている。近代の研究家からも、高人であるが、凡人であった、彼は、世のお抱くを受けめながらも、捨て得ず、人前として、安易な一生を送った凡人に過ぎないという、厳しい評価をされている。じて、 貴族制度に対する批判やその作品の芸術性の高さについては高い評価を受けるが、貴族と士族との間で揺れ動く、政治姿勢の消極的な態度は批判を受けている。また、彼の作品群の陰遁成功が強いことに対する寄与方変も大きい。父は、河州の芝になった後、加藤に移り住んだ王どころかど。母の妻子は経験な層の不弱に支持していた。 仏教徒で、大いは、その影響を強く受けながら成長した。名の正しと字の巻きつとは、ゆいま行の主人公である古児の、ゆいま爪の名を分割したものである。風刺が洗練されていて上品で、白学多芸であり、幼少から文明を上げ、恩律に優れ、美和に通じていた。9歳で字を綴ることを知り15歳の頃から取り、留学し、死によって、開元年間から、 すでに生命があり、王族や危険からも厚く迎えられ、さらに名声を高めた。元僧の兄のネイボーリケニア元僧の弟の説を、理行に至っては、死や友のように彼に対していた。十五歳頃に彼が作成した詩が現存している。親孝行で兄弟とも親しみ、妻との仲も友愛の曲であったと伝えられる。そればかりでなく、草書、霊書に優れ、音楽についても、 音楽演奏の図を見ただけで、芸奏羽頃もの曲の第三条最初白と即答したという説話に残っている。さらに、画にも多大な才能を有していた。幻想のもう一人の弟である、清利藩の元にも出入りしており、周一期に超旧霊の弟である、超旧札木と文で争い、清の学人に噴して、県政の誇っていた講師の元に赴き、その容姿、 美輪の技術、死の際、風流ぶりと快逆を介した和術、器用の口添えによって、文の買い頭となることができたという説話が残っている。また、本寺市に、ネイヨウの邸宅において、利ケが長愛していた女性が、自分を譲り渡したかつての夫と愛、涙を流す場面で、利ケに施策を命じられ、並いる文人たちの中でただ一人、 息夫人の死を読んだという説話も記載されている。開元7年、紳士に旧大し、弟の王神と共に、春祭ぶりにより、名声を得る。大落進むになるも、開元8年、微罪を得て、一旦、聖寿室を三軍に左遷される。この理由として、周一は、皇帝しか待ってはいけない、皇子という舞を彼の学人が待ったことに現雑したと。 伝えられるが、章に近づきすぎたため、幻想による切り離し政策により左遷されたという説もある。開元14年頃官を辞めて、長安に帰る。この頃、長久霊と、もう後年に死祭を激章される。開元19年頃妻が死去し、孟戦に土地を購入し、別荘を構え陰性する。ほどなく多くの詩人からの推薦により、中央に復帰。 長久霊の抜擢により、開二22年には、右周囲に就任する。家境出身者を中心とする、氏族派閥に組みし、石刺し、岩たる兄弟とも親しく交際し、彼らの父の石立の建てた別荘で開かれた縁に、長久霊、はい明るき半久らと共に列席し、縁の序を作成している。また、同志の院、とも親しくしていたことが伝えられる。この頃に、 孟光年を宮廷に入れて死を禁じていたところ、たまたま幻想が訪れたため、孟光年は机の下に隠れた。王位は真実を話し、幻想に孟光年を紹介し、そのために孟光年は幻想に越見が叶ったという説話が残っている。だが、改元24年に長久霊が貴族派閥のリリンポとの清掃に敗れ、失脚する。改元十五年、 王位もまた、領州の家政節度史の際のゾミイツの節度法がに任じられ、領州に赴任し、そこで観察魚史に昇進する。開元28年、伝中侍魚史として、長安に戻り、さらに南方に使わされる。途中の乗用で、もう光年と出会うが、キ路には彼は死去していた。その後、幻想のために、王政の死を英じる人につき、 李林保のために詩を読んだこともあった。天保年間に入り、左補欠、陰外郎、古武老中を歴任する。この頃、孟戦の別荘にこもって、友人たちとの詩のやりとりを楽しんでいたことが、伝えられる。天保九始め、母の妻子の詩を受けて服もする。この時、孟戦の別荘を一部を寺に変え、嘆きのあまりに痩せて死にかけるほどであった。服も後、 天保十一はじめ、朝廷に復帰する。同年に、リリンポが死去し、ヨークニタダをもんじられ、リブロー中となる。また、天保十二歳には、安倍中丸が日本に帰る際、彼のために、彼を送る死を営じた。さらに、天保十四歳には、休時中の養殖に至った。しかし、安氏の乱が勃発、死徳元はじめ、大井は出奔した、幻想の後を追いかけたが、 追いつけず、隠れていたところを、安禄山の軍に囚われる。この時に病気を偽ったが、落葉に移され、強要されて、安禄山政権の休時中に任じられる。この時、ディエンの学人たちが、安禄山のために演奏させられ、学人の一人であるカミナリウミアオが殺されたのを聞き、嘆いて、これを詩に読む。取得に始め、当軍により、落葉が奪還され、 陳望みでつらと共に基準する。しかし、元僧に代わって皇帝となった祝僧に暗独山に仕えた罪を厳しく問われた。弟の王神羅の取りなしと、先の死がすでに伝えられたことにより、大使中将に降格されただけで許された。その後、出家を願い出たが、祝僧の許可が得られなかった。この頃、徒歩に励ましの死を送られる。権限元年。 修験学士に昇進する。同年さらに、中小、と練り、再び休時中へと累進した。この頃、徒歩、書いたる、心身と死を餌じ合う。上限2年、少々上となり、基金の際に、自分の式伝の泡を、機民のために施すことを求めた上書や、自分の引退と引き換えに、職衆史史にされていた、王神を中央に返すことを求める。 身を責め弟をこもむる表が残っている。そのため、王信は左三騎乗時に任じられ、中央に帰り咲いた。同年、死去する。臨終の際に、法省にいた王信や友人たちに別離の書を書き、突如筆を置いて絶足したと伝えられる。王位の死後、弟の王信により死は編集され、大僧に献上された。大僧は王位の死を絶賛し、これを受けている。 大井の詩の本文は自然詩である。東神の東園名の伝園詩や南朝僧の舎、霊雲の山水詩を受けつつ、よりダイナミックに自然の美を歌う、自然詩は大井より始まった。また、深く系統した仏教の影響も伺える。画の描き方について論じた、画学秘訣有文を残した。水墨画に優れ、絵師たちに、その筆地は天気によるもので、 学んで及ぶものではないと評価された。彼は墨田家による白描画を描き、孔人たちに彩色させていた。画風は五道元に似ていたが、風格は結出したものがあった。帝剣、筆広氏と共に三絶と呼ばれた。同時代の両毛君に勝るという評価もある。番頭の長飛公演は歴代名画期において画法に通じ、 出力は力強いものがあると評価しているが、同時に技巧に走りすぎているという批判もしている。同じく、番頭の死刑源は、当朝名画録において、第四に、病品上に評価しており、その作品群を絶賛している。北曹の素食も、死中に、があり、画中に、死ありと称している。山水画において、後世にも、不動の地位を得ており、秋代には、 北州画の祖と呼ばれる、リオモー君に対し、南州画の祖とされた。また、馬の画家として知られる、ハンツヨシを若い頃にその画祭を見出し、資金援助を行い、画の勉強をさせ、大勢に導いたというエピソードも残っている。モーセンは、長安の東南に位置する、相田県にある、相田山と高市山の間から流れ、破水に注ぐ川である。大井は、 その源流の三十遠里とほど南のところに、かつて、僧の門が別荘としていた土地を買い上げ、自分の別荘を建てた。近隣には、多くの長安の名士たちが別荘を構えていた。これは、当時の道教と仏教の思想の融合した、三冠陰性の風習に乗ったもので、王位によって、その流行が促されたとされる。王位は、開元年間より住み始め、天保九始め頃に、 ほぼ完成する。そこで同じく別荘を構えていた千吉らと交際していた。王位が正常を好み、潔癖さを伝える説話も存在する。王位が友人の灰進むと交わした詩は、もう戦週としてまとめられた。一貫して、正常に対する同型と遊園縁の表現がテーマとなっている。王位の別荘は、北、南という宅院、文安図館、竹里館、 林古亭というか屋亭、花子が、金竹霊という丘、六歳、木蘭芝という囲い、漆園、古生園という園、拳湯、宮園寺白という道、盲城という名石、金屑泉という泉、伊古と,という湖、朱湯、龍楼、乱瀬、白石灘という名所があり、盲泉州にすべて題材として取られている。これを葉に移したものは、盲泉図と名付けられ、 転写されたものが世にいる不当末には各地で眺められ、入れ墨として入れるもの、料理に、それを形作ったものもあったと伝えられる。盲泉州所には次のようにある。私の別荘は盲泉の山屋にあり、別荘の近くには、盲城、花子丘、文安図鑑、金畜霊、六彩、木蘭芝、朱油、宮園樹白、林古帝、南、伊古、竜楼、蘭火星、 金なくず白石灘、北、竹里館、拳、うるし園、小小松園などがあった。はい進むと、静かにおのおの絶句を伏した。盲線州には、序文中の盲城、以下二十の場所において大位が伏した二十種、はい進むが伏した二十種の、計四十種が収められている。盲線の死は前後とつながっており、死の順序は、意識的に構成されている。 詩の意味と、その関連は、教則と、東下元気、東元行、間山石門少女によって裏付けられているという、研究がある。大井の、毛戦州二十種に昭和した詩人であり、また、天保十五はじめに、大井が安禄山の乱に巻き込まれて俗軍に捕らわれた時も、側を離れず、大井の口格子を伝えた人物である。 現存する28種の死はすべて、大井との昭は、贈刀子であり、大無上文集に収められたことによって残った。イス、はい、進ムは、開元4年に生まれ、天保3.4歳に、大井、大昭麗らと長安の清流寺に訪れ死を昭和した。天保中に、大井、ロゾーラと最強州の林邸を訪れ死を昭和した。新東女には、中宗時代の最小であった。 廃団、廃園と同族である荒井場廃師、人情健常、廃会の長子とある。とほの、は、廃進む党にいつてら宿りきを二郎氏、は、廃進む党職州東邸総客法早梅、愛おっけん宿りき師、呉れ東四安寺省、老より廃十進む氏、には、廃進むは、職州史史となった、大井の弟の王臣と共に、職州へ行ったとある。前頭死のりの、 生前格闘配、はい、進む入教師には、配、はい、進むは少所労となったとあるが、他の資料にこのことは見えない。ありがとうございます。